エビリンチャンネル。皆さんこんにちは。皆さんシミに悩んでるでしょ？上から目線。実は私いろいろ肌トラブルは抱えてますけど、シミはそんなに悩んでません。なぜかというと、シミは適切な処置をすることによってかなり気にならないところまで治せるからです。かなり気にならないところってどこっていうと、残念ながら赤ちゃん肌は難しいと思っていいかもしれないんですけど、そんなに濃くないお化粧をしたら消えるよっていうレベルには多分多くの方が慣れると思っています。だからシミっていうのは正しいケアをすれば治る。だけど皆さん正しいケアをしないで、よくわからんデパコスとかをやたら高いお金をかけてずっと使ってるけどシミがあるというコスパの悪い生き方をしていらっしゃる方が多いと思うので、そんな方にどうしたら美容クリニックに行ってね、高いお金をかけなくてもそこそこのコスパでシミに悩まないでいいかを今日はお伝えできたらなと上から目線で言ってみました。エリリンビーム、今日説明していただいたので、今日はですね、6つ項目を持ってきたので、それについて解説をしていただきたいと思います。まず1つ目、よくあるお悩み、色素沈着へのアプローチとケア方法について。はい、色素沈着というのは肌がダメージを受けた時に起こることで、例えばまんべんなく起こる代表的なものとしては日焼け、そして一部に起こる代表的なものとしてはニキビができた後のその部分に起こるニキビ部分の色素沈着だと思います。これに関しては一番ローコストな解消方法は日焼けと刺激を避けて待つ期間半年ぐらい、そうするとだいぶ改善します。ただし色素沈着が時間を経っても改善しないでシミになってしまう場合というのもあります。なのでこの場合というのはシミとして対処しなくてはいけないので、シミの治療をするべきだと思います。この時にですね、もちろん市販のデパコスを使う、ドラコスを使ってシミを治そうとしている方がたくさんいるの知ってるんですけど、多分正直そんなに効果は出ません。じゃあどうしたらいいかというと、クリニックで扱っている医療専売品のコスメ、これにはハイドロキノン、レチノールといったものが高配合されているものがあります。そしてクリニックでやっているシミ取りのレーザー、これは結構1回で薄くなります。でこういったものをやると1回で目に見えて薄くなるという効果があって、さらにですね、最近こういうものの価格というのは安くなっていて、1万円いかない価格でも1回試すということはできるので、皆さん高いお金をかけてデパコスを使うんだったらこっちに1回チャレンジしてみるのはいかがでしょうか。次、肝斑についてしろ。はい、肝斑というのは女性ホルモン、そしてありとあらゆる刺激によって引き起こされます。なので肝斑はまず作らないことが大切。どうしたらいいか、日焼けをしない、こすらない、揉まない、叩かない、伸ばさない、皮膚に対しての刺激を徹底的に避けることがいいと思います。そしてですね、ピルを飲んでいる人とか特定の薬剤を使っている方は残念ながら肝斑がひどくなってしまう傾向があるので、もちろん病気の方、それを絶対使わなくちゃいけない方は仕方ないんですけれども、本当に自分が飲んでいるものというのが必要があるのかというのを考えていただけるといいと思います。そして治療法、これはね、なんやかんや言って最も効くのはトラネキサム酸の内服です。これが飲める方はトラネキサム酸の内服をしていただくのが一番コスパよく肝斑を抑えられる可能性があると思います。だいたい1ヶ月何千円という単位なんじゃないのかなと思います。ただしトラネキサム酸の内服がいろんな事情によってできない方もいらっしゃいます。そういう場合はトラネキサム酸配合されているコスメを使う。ただコスメだけでね、肝斑を薄くするっていうのは正直難しいです。だからどこまでやったら効果があるかといったら、塗布だけではなくって、それを浸透させることができるエレクトロポレーションという機械と抱き合わせにしてあげるとまだ効く可能性があります。ですからトラネキサム酸配合のコスメ、スキンケアだけで肝斑消えると思ったら無理です、多分。だからそれプラスアルファのことをやると月何千円ぐらいな投資で肝斑は薄くなっていく可能性があるので、これもお試しされるといいのではないでしょうか。次、肌のくすみ解消法。は
はい、まあ、肌のくすみっていうのは基本的にはシミと同じで顔全体が色が冴えない、これだと思います。でくすみの原因としては一つ目はシミと同じメラニンがまんべんなくこうブワーってある方、これがよくあるくすみなんですけれども、最近ではねそれ以外にも透過とかっていうので黄色がかったくすんでるような方っていうのも言われているし、あと皆さん気づいてないんですけれども赤いまだらな血管拡張みたいな状態っていうのかな、赤ら顔っていうのがまだらにあるとくすんで見えることもあります。実は血管によるものだから本来のくすみっていうのとは違うんだけど、まあ、いわゆる色ムラがくすみとかシミに見えることがあるんですよね。でそれぞれどう対処したらいいかっていうのは違うんですけれども、まずですねメラニンが原因になっているくすみっていうのはこれささっと治したいんだったらば医療専売品のスキンケアか、もしくはレーザーを1回2回やると結構綺麗になると思います。透過、これね分かんない、透過ってさどうしたら良くなるんだろうね。いろいろね調べてもさ結局さまだまだ透過に対してすごい効くよっていう薬剤的なものってないわけですよ。だからカモミールティー飲めばいいよとかそういう感じになっちゃうじゃない。ちょっとね透過に関しては、まあ、研究はされてるんですけど今のところはちょっとまだふわっとしてるのでこれはちょっと置いとこっていう感じだと思います。血管が原因によって起こるものに関してはこれはねご本人のスキンケアではなかなか難しいと思います。どっちかっていうともうクリニックの血管をターゲットにした治療をやった方がいい場合があるのでご相談した方がいいかもしれないです。日焼けの影響とケア方法、もう日焼けなんてね本当は百害あって一理なしなんですよ肌にとっては。でもね私未だにアムロちゃんラブなんでどうしても小麦肌好きなのよ。あとよく言うじゃんちょっとさ日焼けしてる方が引き締まって痩せて見えるみたいな、うん、何その冷たい、ね、そんな私が言うのも何なんですけれども、ただ日焼け紫外線というのは肌にとってシミの原因にもなるし張りをなくすシワの原因たるみの原因にもなるので肌の老化に対してはネガティブな方向にしか働きません。ですから日焼けっていうのは若く肌を保ちたいというのであればしないに越したことはないんですよね。要は日焼けをたくさんしてしまうと肌が老化してしまうし、そして肌が老化するだけではなくてやっぱり残念ながら皮膚がんの可能性が高くなります。で最近ねある記事を見たんですけれども、ゴルフをやってプロゴルファーだったかなの方っていうのは皮膚がんになるリスクは高いらしいんですよ。でやっぱりプロゴルファーの方とか、まあ、要はゴルフ場でね強い日差しを浴びながらプレーをするわけじゃないですか。そうすると日焼け止めとかを塗っててもどうしてもカバーできなくて、どうやらやっぱり皮膚がんになるリスクが高いんじゃないかというような記事がありました。ということでやっぱり日に焼けるということはやっぱり皮膚にとっては良くないよということで、皆さん日焼け止めはしっかりしましょう。それでシミとかそして肌の老化とかっていうものはかなり緩やかにすることができると思います。とは言っても日焼けをしてしまった時何をすればいいかっていうと、まずすべきは鎮静ですね。日焼けをしたことによって起こっている炎症とかを取り除いてあげた方がいいので、まず冷やしてあげたりとかすることが大切だと思います。でその上でですね、日焼けをした時に起こってしまう肌の中での変化、つまり活性酸素が増えるという状況を除去するためには、活性酸素を除去することができる抗酸化能を持った物質を何らかの方法で投与してあげるといいと。なのでビタミン C、ビタミン E、フラーレといったものを肌に塗ってあげるのも良いですし、抗酸化能力があるような食べ物を摂る、サプリを摂るということで、ある程度日焼けの悪影響っていうのを抑えてくれることができると思います。肌の色ムラか、まあ、肌の色ムラっていうと結局まだらっていう状態なので、まあ、それをシミっていう人もいると思うし、肌の色っていうのが白なら白、黒なら黒と一色だったら人間の目には綺麗に映るんですけれども、それが白と黒と茶色が混在してるとかになると、まあ、人間の目にはあまり美しい肌というふうには見えないんですよね。なので肌の色ムラがある時っていうのはこれ難しいです。なぜかというと原因がいろいろあるからですね。なので自分でスキンケアしてても多分改善できないことが多いと思うので、これ一回相談してもらって、あなたの色ムラの原因は何ですかっていうのを知ってから対応を考えるといいんじゃないかと思います。最後、美白商品の選び方、
はい、まあ、美白商品っていうのは使うことによってシミとかが薄くなりましたとか、くすみが取れて透明感が出ましたっていうようなものなんですけれども、皆さんに残酷な現実を突きつけたいと思います。皆さんがよく見かける市販のデパコス、ドラコス、 SNS でもてはやされている大手企業の出している製品でシミやくすみが明らかに薄くなってわーいとなることはないと思ってください。これが美白商品の選び方です。ザワの人気施術。あ、じゃあ最後におまけでね。シミはもう前から言ってるけど、初心者さんだったらさ、ザワンだったらルメッカだよね、カミクリだったらビーナスベルサってあるけど、まとめられてないろんなものに効くよっていう美容初心者さん向けの IPL っていうもの、それからさまざまなちょっと細分化して例えば肝斑とかに対応したいとかっていう場合のピコトーニン、薄くなったシミに対して対応したい場合のルビーフラクショナルとか、あとあざとかでもねルビーレーザーってよく効くので、いろんなものがあるんですけれども、どれもですねやっぱり昔に比べて1回あたりのなんか料金ってすごく安くなってて、まあ、少なくとも何年も毎日毎日デパコスを使うよりは全然安くなってると思うので、デパコスを使ってる自分にうっとりっていうのが好きじゃない方は、効果を求めたいんだったら一発クリニックの治療をやるとシミの悩みからは解放された人生になると思ってます。以上です。はい。